パークス展問題はオーストラリア連邦ニューサウスウェールズ州パークスにある電波展問題であるオーストラリア連邦科学産業研究機構の下部組織であるオーストラリア国立望遠鏡機構が運営を行っている合計64メートルの電波望遠鏡を核とする電波展問題である南半球ではアメリカ航空宇宙局の ディープスペースネットワークキャンベラ新宇宙通信施設の合計70メートルに次いで第2位の光景を持つ。天体観測では現在知られているパルサーの半分以上がこの電波望遠鏡で発見されている。望遠鏡自体の合計は64メートルだが内側の直径17メートル分は高精度アルミパネル、その外側から直径45メートルまでは穴の開いた。 アルミパネル、その外側は、鉄線のメッシュになっている。このため、観測する周波数によって使用できる光景が異なり、43GHz では最も内側の光景17メートル分しか使えない。観測可能な周波数は 400MHz から 43GHz である。1.5GHz 帯では20素子、6GHz では7素子の受信機が利用できる。 NASA と提携して、ガリレオやカッシーニなど多くの惑星探査機の追跡、通信を担当している。アポロ11号の月面着陸を映した映像を受信したことが有名で、2000年にガツの羊で映画になった。ありがとうございます。